20日21日に淡路島国営明石海峡公園特設ステージにて TKF 大祭りが行われます。はい、というわけでね、はい、田村さんね、リザもね、TKF やから、あのね、うん、まあいろんなね、こう TKF とかね、うん、田村さんが作ってありますけども、うん、僕は1ミリも TKF じゃないんです。なんでよ、そんなことないやん。いや、あのだってね、うん、あの前は TKF やんか。そうやな、もう弟子っ子ぐらい。いや、誰が弟子っ子やねん。田村さんとよくしてもらってますけどね、ぴったり。でも僕は、うん、ほんまに一度も遊びに行ったことないし家に行ったこともなし、そうやな、そして連絡先すら知らないこれはもう TKF じゃないでしょ、まあ、TKF じゃない3大条件が揃ってないそうやな、頼む先輩が。まあでもね、だからこれね、一、うん、回ね、今回 TKF 大祭りありますけども、一、はい、回ね、うん、正確にね、うん、あの TKF か、TKF じゃないかを一回調べたら、多分ね、3分の2は TKF じゃないですえ、それも言うたらいいんちゃう？そうやね、大祭りの時に。そうやね、一遍ね、ちょっと仕分けみたいな感じで。そうやね、そうなんですよ。よくでも、田村さんと僕は連れてもらってます。そうやね、でも最近ね、あんまり連れてもらってないんですよ、うん、最近はなんか、あのモジャっていうやつを作ってもじゃ、はいはいはい、あのすごい天パの、あんまり後輩がね、まあまあ仕事とかってあって、うん、もじゃが、100% ですね。なんか実はもね、田村さんの大きい車ももうもじゃが運転してる。そう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 。で、すごく怒られてますから田村さん優しく、たまには僕らも連れてってください。そうですね、でもまあ、あのね、さっきこんなん言ってましたけども、イベント自体はすごく楽しいイベントに間違いなくなりますので、はい、我々もね、楽しみにしてますんで、はい、ぜひ皆さん、はい、TKF 大祭りに遊びに来てください、はい。